レッスン88今日は次のアイデアを復習します。レッスン75光が来ました攻撃ではなく救いを選ぶということはそこにすでに存在しているものを認めることを選ぶということにすぎません。 救いはすでに決められていました。攻撃や不平不満は選択肢として存在していません。つまり私は真実か幻想か、存在するものか存在しないものか、そのどちらか一つをいつも選んでいます。光が来ました。私が選べるのは光だけです。 というのもその代わりになるものなどないのですから光が暗闇にとって変わったので暗闇は取り除かれました次に挙げる形はこのアイディアを具体的に当てはめるのに役立ちますこれが「 私に暗闇を見せせることなどできません。光は来たのですから春尾さん私はあなたの内なる光だけを見ます私はこの中に存在しているものだけを見ます レッスン76私は神の法のもとにのみありますこれこそが私は自由だということの完璧な声明です私は神の法のもとにのみあります私は絶えず他の法則を作り上げそれらに 自分をを支配すするる力を与えるといいう誘惑にそそのかされています私が苦しむのはただそんな法則を私が信じているからです。それらは実際には私に全く影響を与えていません。私は神の法以外のあらゆる法則の影響から完璧に自由です。そして神の法とは 自由の方です具体的な形は次の通りです。このことについての私の見方は自分が存在していない法則を信じていることを私に示しています。私はこのことに ただ神の法だけが作用していることを見ます。このことに、自分のではなく、神の方が作用しますように、